じめまして、私はドレスとシングルドレッシングと言います。どうぞよろしく。まあもう高速まばたきになる拍手、高速まばたきの時は拍手っていう習慣が身についてきてるわ。おめでとうおめでとう。ということで今日はスパークさんでこんなに大きなイベントに出演させていただけるなんて本当にありがとう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 。そうね、レジの方にちゃんとご挨拶しなきゃと思ってさあもうすごい人ですね。何これは、今日何があるのっていうぐらいすごいわ。食べ物皆さんいっぱい食べて帰ってくださいね。もう食べた人結構食べてるわね。あ、私も食べたいわ。何が美味しそう？焼きそば？焼きそばどこにあったの？あっちあるね。かき氷美味しそう。暑いからちょうどいいわね。あとは金魚すくいとかどう？花火くじって何？あ、大きな花火から小さな花火まで。あ、なるほど。じゃあみんな頑張ってやってみて、一緒にいつかやりましょう適当なこと言ってるんそれ何？ファンタジービア。どこにあるの？あ、一番近くにあるじゃない。皆さんどうかファンタジービール飲んでみてください。名前勝手に変えたわさあということでドレッシングちゃんばかりお話ししているので、そろそろ皆さんに大きな声を出していただこうと思います。いいですか？まあドン引きモードに入ってるの？大丈夫よ、私ドレスとシングルドレッシングと言います。さあじゃあ皆さんの大きな声、ドレスとシングルと言ったら皆さんドレッシングと大きな声でお願いします。いいですか、いきますよ。ドレスとシングルドレッシング。ドレッシングファミリーの皆さんありがとうありがとう。今日初めて見た皆さんできるわ、信じて。初めて見た人が見当たらない、あまり近くに。あ、初めてかな。まあいいわ、行くわ。じゃあプリンセスだけで行きます。いいですか、女の子だけ、女の人だけで行くわ。ドレスとシングで、なんてファンタジーなの、とても素敵。それじゃあ期待のプリンスの大きな声を聞かせていただきましょう。そう、男の人ってことよ。いきますよ、ドレスとシングで。怖いわね、なかなかの怖さを醸し出してくれてありがとうありがとう。それではみんなで一緒に行くわ、プリンセスもプリンスも一緒にね。ドレスとシングで、ありがとうありがとう、とっても素敵な気持ち。今日はこれ以上お話はやめときますよし、それじゃあドリンクの皆さん、私の名前知ってる？知ってる？ピンポン、ドレスとシングで。声が小さいわ、一番近くにいるんだから。行くわよ、ドレスとシングで。ありがとうありがとう、これで先に進めるわ。めちゃくちゃファンタジーになってきている。ここまでで何分使ったのかしらそれじゃあ皆さんとってもとっても暑いので皆さんを氷の世界へご案内したいと思います。かき氷美味しそうだから氷の世界にするわね。それじゃあ皆さん、アナと雪の女王の世界へ行ってらっしゃい。エルサ、雪だるま作ろう、ドアを開けて一緒に遊ぼう、どうして出てこないの、前は仲良くしてたのになぜ会えないの。雪だるま作ろう、あっち行って。アナ、わからないの、今来たばっかりだからもうちょっといさせて。窓のドアも開いているなんて
好きな気持ち、この時を夢見てた。そう生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて踊り明かすの。嬉しすぎて私舞い上がりそう。大丈夫
の人がすごいのにどう思ってるあなた、どうか自信持ってほしい、もしもやってられならばまたそこからスタート切ればいい、このまま何もせずもやもやでいいの、あの人はいつあなたの味方でしょう、大丈夫人生通りでこうなるよ、そう誰かに笑われても
璧、完璧よ。ありがとう、ありがとう。できるかしら。大丈夫そう。うん。それじゃあみんなで一緒に新しい世界へ行きますよ。新しい世界へ行ってらっしゃい。確かに私は世間知らず、みんなが心配するようなことが待ってるかもしれない。だけど確かに感じる。
ですね。皆さん楽しんでますか？恥ずかしい、もう皆さんテレスケさんになって目も合わせてくれない？全然笑えないのね。よし、暑い暑い人、あ、それは反応してくれるのね。私もその感じなの。すごいね、気になってたまらない、くるくる回るたびに。え、生まれたのはどこで生まれましたか？まあよくぞ聞いてくれたわ。小学校を聞くの？私生まれたのはね、ドリームランドのハツカレーシアっていうところなの。あ、この世界でいう広島県廿日市市のことよ。小学校はドリーム小学校、うん、そうなの、ドリーム中学校。あなた、なんか私のために来てくれたの？ありがとうありがとう、なんか一番盛り上がってるかもしれない。あ、分かったわ、ノーファンタジー、ありがとうありがとう、ノーファンタジーのゲストさんでした。よし、それじゃあ続いての曲で最後になるの。A が少ないからどうしよう。そうなの、 D なの、ありがとうありがとう。あ、BGM が終わっちゃった、もう一回お願い。私押してるの？まさか押してない、はあ、押してないんだって、すごい奇跡じゃない。よし、じゃあ皆さん大きな声でありがとうありがとうと言ってみましょう。言えるかしら。いくわよ、ありがとうありがとう、はい、ありがとうありがとう。まあ素敵。じゃあ次は手を出して、私がナイスと言ったらファンタジーと言っていただきますよ。いきますね、ナイスファンタジー、素敵。じゃあ次が一番大変、ティアラジックアドレファミニー、とても大変でしょう。大丈夫、自分を信じて、いくわ、ティアラジックアドレファミニー、せーの、思ったよりできるじゃない。何、自分を信じた結果ね、ありがとうありがとう。難しいわね、ちょっとティアラジックアドレファミニーっていうの、うん。じゃあみんなで最後大きな声で魔法の呪文、願いが叶う魔法の呪文を唱えてみましょう。いくわよ、せーの、ティアラジックアドレファミニー。小さかった？あ、もう一回やってる、もう小さかったって。みんな元気出して、私も大変。いくわよ、もう一回大きな声出したらきっと魔法がかかるから信じて。いきます、せーの、ティアラジックアドレファミニー。宇宙を越えゆく日
行くわ、見てるわ。それじゃあまた。